いい感じ。いい感じだね。いい感じで。ガッシャイガッシャイまずもらって。うん、どうも、リュウシュのみさん料理です。はい、というわけでですね、リュウシュのみさん料理です。はい、乾杯。はい、乾杯。ということで、今日はですね、4本目ということでですね、限界に近づいてきましたんで、酔っ払いでもできる3分クッキング、テレテテテテテテレテテテテテテレテテ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 テということでですね、今回はですね、なんとシャンミク食べる？私大好きだけど、あんまりこれが主役の食べ物はないんだよね。そうですね、本当に美味しく食べるやり方をやっていただきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介になりますけれども、使い物になれなくなった肉親がいますんでね、私が材料紹介させていただきます。まずは春菊、ニンニク1個ですね、大きめの1個。調味料は概要欄に書いてあります。こんな感じでやってまいります。大丈夫ですか？お願いします。はーい、はい、ということですね。大丈夫大丈夫。ちょっとかぶせる。春菊ってイメージ的にほら鍋物っぽくよくない？うん、いやそうだね、煮込むイメージがあるよね。今期はね、にゃまで食べちゃう。立ってられなくなってるけど大丈夫？いや俺は大丈夫、俺全然酔ってない。酔っ払いが言うのよ。という感じで切りましょうか。洗ってまじ水気を切ったやつですね。はい、この茎の部分が硬いんですよ。茎の部分は斜めに切る。あ、いけるね。当たり前だよ、ここが硬いわけ。ここが硬いから、ここは茎の部分は斜めに切りましょう、うん、斜めに薄く切りましょう。で、葉の部分になったら、これもザックザクです。ザクザクです。あら、あ、そうそう、切り方的にすごくいい。あら、すごくこれ塩だけでも、うん、めっちゃ美味しいね。春菊生で食べても美味しいよっていうのに感動してるわ、私。苦味なくない？うん、全然ない、ね、食べやすいの、実は、うん、春菊って生でも。みんな鍋物ってなってるんだけど、うん、今回は生で使います、うん、で、ニンニクはね、半分すりおろすんで、うん、あー、そう、これめっちゃ安全。トントントン、ほら、新にニンニクすりおろし、トントントンですって。小さじ1。はい、小さじ1。そうです。はい、ちょっと甘みを加えた方がうまいんですよ、これって。はい、はい、これ、はい、大さじ1。大さじ1、あ、入れてください。いいですね、いいですね、いいですね。はい、こんなもんですか、ね、はい、4分の1入れます。はい、うまみ調味料を6回いきます。1、2、3、4、5、6。はい、いい感じ。いい感じだね。いい感じ。ガッシャイガッシャイまずもらって、うん、ニンニクの香りもして、めっちゃいい匂いする。てかこれ春菊でできるんだね。春菊生で食べたことないもん。春菊は生ですよ、これ。いいね、今が美味しい春菊は。まあちょっと塩かな。塩合いそう。俺が酒飲みなんで、塩一つまみと味の素一振り足しました。うん、付けしてもらっていいですか？はーい、はい。ありのままの、ありのままの姿見せるのよ。よいしょ。ありのままの感じね。さ、うん、て。できたー。ちょっと貸してもらっていいですか？高さがちょっと、このまま出したらただの草。あることをするとちゃんとお料理になる。知らないんですけど。そうでしょ。いりごまです。はい、いりごま、いりごまをこうひねりながらかけると、わー、おいしい、ね、これでさ、これで完成なんですよ。ごまがかかってんのとかかってないやつはやっぱちょっと違うんで、ね、香ばしさもね加わるし、ね、そうなんです。酒飲み家族が完璧に飲めるトゲレギ春菊完成です。ということで出てきました。早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。乾杯。チョレギ春菊なんで、今回はですね、人狼です。人道でもね、見たことないね。アルコール度数がね、16% の、わお、はい、チャミスルっぽく飲める。あ、素晴らしいね。乾杯。いただきます。あ、じゃあお先に。じゃ、めっちゃいいやつ。どう、これはね、あーそう、うん、完璧だね。あーそう、うん、いただきます。これは美味しい。
トレギはさ、チャンチュとかレタスとか。まあそうね、うん、ゲルッシュそのまま食べてもいいんだけど、うん、焼肉とかと一緒に、うん、うまいに決まってるじゃん。サンチュとかだとさ、淡白になりすぎて、うん、口直しだけになるんだけど、これだと完全につまみになるの。普通のタンはネギでも確かに、塩だれとかの。でも春菊ってすごく香り高いから、うん、巻いて食べるのってすごく新鮮でうまいのよ、うん、美味しそうだね。おうち焼肉とか今やっぱ流行ってるからさ、これを大量に作ってもらって、うん、おうち焼肉で薬味として使ってもらってる人もいいよね。そんなんないよな、食べるんだよ。ああ、いいんだよ。ああ、春菊は本当に生の方がいいんです、ね、春菊チョレギサラダ、おすすめです。これ絶対やった方がいい。はい、まあこのもんかな。そうそうそう、うん、はい、うん、正解知ってるのね、あんちゃんだけだから教えて。全部正解なんだよ。はいはい、はあ、極端なこと言ってるな。じゃあもし一人で食べないで待っていい、うん、どう、おいしい、うまい、うまい、オッケー。じゃあオッケー。